ハース F1 の元チーム代表であるギュンター・シュタイナーは、彼のデビュー本、サールバイビング・トゥ・ドライブが成功を収め、現在もう一冊の本に取り組んでいることを公にした。この本は、F1 の最新のグラウンドエフェクト規制が導入されたハースチームの2022年キャンペーンの舞台裏についての洞察を提供している。シュタイナーは、ペンギン・ランダム・ハウスから英国で出版され、協著者として、 1996年の F1 世界チャンピオンであるデイモン・ヒルと共に仕事をしたゴーストライターのジェームズ・ホッグと協力した。このコラボレーションは大成功を収め、現在までに15万部以上が売れ、ハードカバー版の成功を受けて、ペーパーバック版も3月に発売される予定です。シュタイナーはまた、2023年末以降ハースの指揮を取らないというニュースが発表される前に、すでに2冊目の本の執筆に取り組んでいたことを明らかにした。彼は、 モータースポート .com に対して、現在、2冊目の本に取り組んでいます。それは以前から計画されていたことだ。さて、明らかに、話は少し変わるかもしれません。と述べた。シュタイナーは、第2巻の執筆に関して、ホッグとの協力が非常に楽しかったとし、全く新しい経験でしたと述べた。そして、私は、これまで、このようなことに触れたことがなかったので、一部の業界がどのように機能し、 物事がどのように行われるかについて、多くのことを学びました。そして、実際に、作家と一緒に仕事をするのは楽しかったです。彼はクールな人で、とても楽しかったし、彼は、これをしなければならないというプレッシャーが全くなかったので、私と一緒にいるのは、いつもとても楽しかったと言いました。すべてが、非常に自然に起こったのです。この出版活動への参加は、シュタイナーの人気が、ネットフリックスのドキュメンタリーシリーズ、 ドライブトゥーサバイブへの出演により急上昇したことを反映している。しかし、彼は、これが、ハースが、2023年に、コンストラクターズランキングで最下位に転落した原因ではないとし、人々はそれを過大評価していると思います。それが、どれほど気を散らすものであるかですと語った。シュタイナーは、彼の仕事において、これらの外部プロジェクトが役立っており、それが、チームにとってメリットとなっていると考えている。 コメント、ハース F1 の元チーム代表であるギュンター・シュタイナーは、彼のデビュー本、サルバイビング・トゥ・ドライブが成功を収め、現在もう一冊の本に取り組んでいることを公にしています。一冊目は、現在までに15万部以上が売れ、ペーパーバック版も3月に発売される予定です。この出版活動への参加は、ドライブ・トゥ・サバイブへの出演により、人気が急上昇したことを反映している。また、シュタイナーは、 チームにとってメリットとなっていると考えている。